それでは1時になりましたので、TVU ネットワークス、リモートコメンテーターのウェビナーを開始させていただきます。私の声聞こえておりますでしょうか？もし聞こえていなければですね、チャット等で、記入いただければと思います。私ですね、TVU ネットワークスの、佐藤進と申します。よろしくお願いします。今はですね、私は、代理店のですね、スターコミュニケーションさんの会議室から、ウェビナー開催させていただいております。で、今日はですね、このリモートコメンテーターという、その、リモートで、実況解説をするというデモのためにですね、スターコムさんからも、代表の岩下さん、瀬野さん、山本さんに参加いただいております。ご協力いただいております。ありがとうございます。それではこのまま、進めさせていただきます。最初に、資料を使った説明をさせていただきますので、画面共有させていただきます。こちらの画面共有、見えておりますでしょうか。まずは、資料を英語で申し上げないんですけれども、こちらの資料で概要の説明からさせていただきます。ちょっと2つ PC を使っていて、片方の方で喋りながら、もう片方で画面を見せたりとかしておりますので、もし不備とありましたら、またチャット等でいただければと思います。TVU リモートコメンテーターという、こちら新製品になりまして、組み合わせの商品なんですけれども、弊社でもともとやっております、プロデューサーというクラウドスイッチングの、ソリューション、それと、パーティーラインという、テレビ会議を行いながら映像伝送、リモート出演を行うようなソリューション、その2つのソリューションを組み合わせまして、その上にスケジューラーですとか、他チャンネルの、副音声の複数音声のグループをですね、管理するような管理機能をかぶせまして、パッケージ化している商品になります。で、コロナ禍でですね、スポーツ中継等でもなかなか大勢のスタッフの方が現地に行きづらい状況になっていると思いますが、そのコメンテーター、実況解説の方は、自宅とかホテルとか、そのどこでも、PC、スマホとインターネット回線があればですね、そちらからコメンタリーを行うことができるソリューションになっております。インターネット、PC、スマホベースではありますが、一応その放送品質でもともと映像中継システムとして弊社、いろいろ商品を使っておりますので、その画質ですとか音質には、こだわっておりまして、で、その動機関係ですね、その映像と、コメンタリーの動機もですね、なるべく、ずれないように、クラウド側でバッファリングの調整等を行ったようなシステムになっております。で、こちらが概要図で、詳しくはちょうどデモでご覧いただくんですが、左側は入力ソースですね。本日はグリッドのタイプで、この YU のグリッドエンコーダーを使って SDN 入力をしたもののソースを使います。で、それ以外にも SRT とか外部の IP ソースですね、または TV1 Anywhere のようなソース、またはファイルをアップロードする、そういった映像ソースを使うことができます。で、上に並んでいるのがリモートコメンテーターなんですけれども、この図の例ですと、複数言語、英語、スペイン語、フランス語のようなパターンで書かれておりますが、日本の場合、あまりその多言語放送はないと思いますので、例えばチームごとにチーム A、B、もしくは、少しマニアックなスタッツ情報等も解説する、チャンネルとかですね、そういった複数音声で使っていただける形になります。で、下に、クラウドベースの
オペレーションがあるんですけれども、今回特に改良したのは、音声ミキサーですね。音声ミキサー、クラウドベースの音声ミキサーを改善しておりまして、今回は最大で4チャンネルのステレオチャンネルですね、同時に制作することができます。出力の方は、今日のデモはグリッドのですね、レシーバーを使いまして、そこから素で出力して、その画面もご覧いただこうと思っておりますが、それ以外にも IP 出力でですね、ストリーミング配信プラットフォームに出すこともできますし、SRT のような形で素材伝送で他のデコーダーに送るということもできます。ファイルでダウンロードすることもできます。このあたりのですね、実際、オペレーションのワークフローに関しましては、後ほどデモでご覧いただくんですけども、かなりシンプルになってまして、まず、入力のソースを決めてですね、でそちらの高画質のプレビューが見れるような形がすぐできます。で次に、そのイベントですね、中継する時間のスケジューリングを決めまして、であとはそのチャンネルのグループを決めます。でそうすると自動的にリンクがですね、URL が発行されますので、でまずはそのリモートのコメンテーターさんたちに、パーティーラインの URL なんですけど、そちらをシェアしますと、そのスケジュールで使える会議用の URL ができますので、そこをクリックいただくだけで、ブラウザですとクリックするだけ、Anyway の場合にも、クリックで自動的にその会議の部屋に参加することができます。オーディオミキサーの方も別途 URL が発行されますので、オーディオのミキサーオペレーターさんの方にシェアします。であとは、アウトプットをどこにするかということで、今回のようにグリッド出力するか、もしくは別のラインで渡すか、そういったことを選ぶことができます。このあたりの画面も後ほど詳しくデモでご説明しますが、こちらがスケジューラーの画面になっておりまして、名前決めたり、時間決めたり、入出力決める、あとはオーディオのチャンネルですね。この場合、例ですと、イングリッシュ、スパニッシュ、フレンチということで、3言語の、オーディオチャンネルを作っています。こちらが、コメンテーターさんが見る、画面なんですけれども、まずちゃんと大画面でですね、このメインの映像のプレビューができるようになっておりまして、こちらが低遅延、高画質で見れるようになっています。で右側に並んでますのが、同じ部屋に入っているコメンテーターさんたちの顔なんですけれども、その間で実際そのビデオ会議のようにコミュニケーションをしながらコメンタリーを行うことができます。で、トークバックという機能もありまして、実際その本線には流せない形で、コミュニケーション用に使うですね、モードも流れますので、そちらは、この一番右のボタンなんですけれども、コメンテーターさんの意思で自分で、今は本線に流さずにコミュニケーションだけしたいというような時に使うことも可能です。で、こちらが、ミキサーさんが使うですね、音声エンジニアさんが使う、ミキサー GUI ですが、こちらもクラウドベースのブラウザー GUI になっていまして、もともとプロデューサーにこういう、ミキサー画面はあったんですけれども、さらにそのパーティーラインのですね、コメンテーター参加者に対して、同じように自動的に、羅列されまして、そこからミックス作業を行うことができるんですが、今回特に特徴したのは、この右上のですね、アウトプット、ペアコントロールというところで、1から4まで、最大、8チャンネルなんですけども、4ステレオチャンネルですね、を構成することができまして、こちらスイッチしてですね、一つのチャンネルごとにオペレーターさんがいる形でもいいと思うんですが、こちらで切り替えながらオペレーションすることも可能になっております。こちら、今日の
デモではまだないんですけれども、次のリリースでですね、対応予定のものが、一応その、まあ、ミキサーさんでもいいんですが、そのディレクターさんのような方が、コメンテーターさんとコミュニケーションするラインをですね、作る予定です。で、今は各部屋の中で、トークバックでコミュニケーション等もできるんですけれども、もう一つ上のレイヤーから、ディレクターさんが、ちょっと指示を出すとかですね、そういう、コーディネーション用の、コミュニケーション GUI も用意する予定になっております。そうですね。で、特徴、まあ、そうですね。こちらも、後ほどちょっと日本語の資料もありますので、簡単に申しますと、シンプルなワークフローで、スケジュールが、まあ、簡単にできまして、で、音声のグループもできます。で、高画質で低遅延なビデオのプレビューができます。オーディオミキサーも進化したものが使っていただけます。特に専用の機材とかなしで PC、スマホ等で参加できるものが特徴になっています。トークバックのようなコミュニケーションラインも用意しております。一応、そうですね、もう一つありました。すみません。アドバンテージとしては、まあ、かなりコストを下げられるというところですとか、まあ、放送クオリティですね。で、マルチランゲージで、まあ、その多言語用に使うか、もしくはチームごとに使うか、そういった多チャンネルを同時接続できるところですね。あとは、使いやすさ。まあ、説明書なしでも簡単に使えるような GUI を目指しております。スケーラブル、そうですね。一応、今は、4ステレオチャンネルまでやってますけれども、ご要望に合わせて、そちら数増やすとか、または、映像のソースをもっと増やして、スイッチングもしたいという場合には、もちろん、プロデューサーとの、合わせ技でですね、できますので、そういったスケーラビリティもございます。資料は以上でございます。ちょっと、続けてですね、続きまして、ちょっと、資料を用意しましたので、こちらで、今日のデモの構成をご説明させていただきます。見えますでしょうか。こちらが今日のデモ構成になっております。で、ソースは先ほどご説明した通り、グリッドという仕組みを使っております。こちらはですね、ちょっと、関連の詳細でご紹介したいものがありまして、オリンピックがもう間近でございますが、弊社はですね、オリンピックとかそういうイベントではですね、国際的な放送局さんが集まりますんで、そういった方々に機材のレンタルとかをたくさんやってるんですけれども、今回からですね、東京オリンピックからは一つのチャレンジとして、こういったですね、この一つの例ですと、選手村のライブカメラですけれども、それ以外にもちょっとスタジアムを外から撮った映像ですとか、をですね、そういったものを映像ソースとして、海外どこでも、ライブで受信して、ご契約の上ですね、ご契約いただいた上で、お使いいただけると。で、そのソースご提供者、さまざま、ちょっと今、声掛けさせていただいているんですけれども、そういった方が、皆様と、レベニューシェアさせていただきまして、弊社はちょっと機材の部分だけになるんですけども、主には、ソースの提供者様にちゃんと、利益があるようにですね、そういう仕組みを作っておりまして、その一環のソースをですね、今日は使わさせていただきます。ブリッドエンコーダーから、クラウドに入っています。その上にですね、コメンテーターさんが、今日はスタッフもさんの皆さん含めて、4人、私含めて4人いるんですけれども、それぞれ、まあ別の、今日も別の部屋に参加いただいておりますが、まあ、自宅でもいいですし、ホテルの一室でもいいですし、インターネット環境と PC、スマホがあれば参加できます。
今日は主音声と副音声の2つを、用意しております。今まだ選手村はですね、人も誰も住んでないので、面白くないので、ちょっとそのビルがですね、実は、オリンピック・パラリンピック委員会のですね、エントランス、同じビルなので、ちょっとそこの入り口を見まして、ちょっと今日は、すみません、デモとかはされてないと思うんですけども、ちょっとその、通りのですね、車の様子とか、そういうものを、ちょっと実況するようなですね、実演もさせていただければと思っています。そうですね。一応その、PC 画面とスマホ画面それぞれあるんですが、PC 先ほど、資料でご覧いただいた通り、その、大画面でビデオのプレビューをしながらコミュニケーションができます。スマホの小さい画面でも、全画面でですね、映像のプレビューもできますし、ちょっとそのプレビューを小さくして、コミュニケーターさん同士の顔を見るモードもございます。自分の顔とかも邪魔です。でしたらもう消すこともできます。そうですね。その専用の機器なしでどこからでも接続可能で、こういった手帳を焦がす大画面の映像も見れますし、コメンテーターさん同士の快適なコミュニケーションもできます。下に行きまして、実際クラウドはですね、エレメントとしてはパーティーラインとプロデューサーが動いておりまして、コメンテーターさんはパーティーラインで、まずテレビ会議のような形で接続するんですけれども、実際の音声はプロデューサーの方に入りまして、このグリッドのソースと一緒にミックスされます。でここで映像とコメンタリーの自動同期補正と行ってまして、実際いろんなところで遅延が発生します。グリッドの伝送にも発生しますし、各コメンテーターさんからの音声にもディレイが発生しますので、さまざまな組み合わせがあるんですけれども、今回プレビューはこのエンコーダーから直接、撮ってますので、プレビューの方が先に届くので、ちょっとこの実際のグリッド伝送の方が遅いので、少しちょっとバッファリングをかけて、うまく自動補正して同期をかけるとか、そういう仕組みも、内包されております。管理オペレーションの方は、スケジューラーですとか、音声ミキサー、あとはプロデューサーの操作で実際の映像のスイッチング等も行っていただくことができます。そうですね。複数音声チャンネルを同時制作可能です。出力側は、いろいろなパターン対応しているんですが、今日はグリッドのデコーダーを使って、SDA 出力をする形になっております。で、最大ステレオ4チャンネルまで、同時制作できます。で、SRT 等でも、ステレオで4チャンネル出力可能ですので、そうですね、標準、業界標準のプロトコルで、オープンプロトコルでですね、その、別のシステムに、入れるとかですね、そういう形も可能です。今日は SRT のデモはないですが、主にはこのグリッドデコーダーを使ったデモとさせていただきます。そうですね。一応、資料を使ったご説明は、一旦以上なんですけれども、ここまでで分かりづらかった点ですとか、ございましたら、セミナーの挙手等です。ウェビナーの挙手ですとか、チャットとか、いただければと思いますが、いかがでしょうか。大丈夫そうです。一応最後にまた質疑応答の時間はありますので、そうしましたらデモの方に移らさせていただきます。ですね、まずは、リモートコメンテーターの画面になります。でこちらですね。まず、ここの上がですね、入力を選択する画面だったんですけれども、
今回ちょっとオリンピック用の、ソースを使ってたんで、ちょっとオリンピックと検索して、そのうち一つを選択するとか、そういう、ここは入力を検索する場面ですね。下が、受信するレコーダー、ブルートレコーダーを選択する場面で、まあ、弊社の、まあ、ここの私の部屋になる、デモ機1台を選択しております。で、ここで、まあ、クリエイトとすると、自動的に将来が選択されて設定できるんですが、今日はもうすでに1つ設定して、先ほどから、走らせているデモ用のイベントがありますので、こちらどのように設定したかの中身を説明させていただきます。で、名前を決めて、まあ、時間ですね、11時20分から10時20分まで。で、入力はオリンピックの1度予想数ですね。グリッドで伝送していますので、グリッドの受信機、どれで受信するかとかですね、そういうものがこちらで、ですね、設定されています。で、あとは、グリッドとしてのディレイの設定。それを今0.8でやっております。固定回線ですと、このぐらいの設定が可能です。で、出力のフォーマット。あとはリージョン。これは AWS のクラウドのですね、リソースをどこで、するかですね。というところになっております。で、グループ、音声チャンネルですね。今回、主音声と副音声と2つ作っております。Q&A があったので、そうですね。ちょっと、そうですね。後ほど、ちょっと最後にお決めさせていただきます、ね。で、今あったところですね、リンクがあったんですけれども、使用性用のリンクとかですね、こちらでコピーしまして、で、それで、パーティーライン用のですね、URL がですね、ここでコピーできるようになってまして、ミキサー用の URL ですね、こちらに、下の方に出ております。これをそれぞれコメンテーターさん、オーディオミキサーさんに共有する形になります。まずは、ちょっとこちらの画面でですね、オーディオミキサーの画面をご覧いただきます。ちょっとリフレッシュします。こちらが、オーディオミキサーの画面なんですけれども、見るとか、こういうものを一回ちょっと閉じますね。一応ですね、ここで、1から4まで選択できるようになってます。今、2を見てるんですが、でですね、ちょっと、もう一回立ち上げ直します。ちょっと、ズームを起動しながらで、ちょっと、少し、ブラウザーの反応が悪かったんで、今ちょっと再起動しました。で、1から4のチャンネルを選択して、まあ、それの、ですね、フェーダーを使ってですね、音声レベルの調整と、ことができます。一応今、スターコムさんのですね、皆さんにも、パーティーラインで入っていただいておりますので、ね、こちら、このですね、右の方に並んでいる、皆さん、スターコムさん、代表の岩下さん、セイナさん、山本さんなんですけれども、そうですね、こちらの、音声メーターのレベルを確認しながら、で、実際、このオペレーターさんは、そのモニタリングもできますので、実際、ヘッドホンで、その音声レベルも確認しながら、それぞれのフェーダーで上げ下げしたりですとか、することができます。で、今、チャンネル、
2なんですけれども、チャンネル2の副音声の方には、私とあと山本さんを追加 します。で、1チャンネルの方には、で、岩下さんと千野さん。あ、山本さんは消します。どのチャンネルに誰を配置するか、そういうものも、この音声ミキサーの方で調整することができます。でプロデューサーの機能も一応もちろん使えますの で今リモートコメンテーターですと実はシンプルな構成が基本になってまして、まあ、映像は一つでそれを見ながら複数の方がコメントするという形になっておりますが、まあ、プロデューサーを使ってですね、別の、ソースと切り替えたりですとか、こういった CG をですね、かぶせまして、オーバーレイをかぶせてですね、結果のようなものを一緒に、表示するとかですね、そういうもののことも可能になっております。一つの PC で本来いろいろ本来一つの PC でやることじゃないことをやりながら Zoom をしている関係でちょっと処理が重たくなってしまって申し訳なかったんですけども、一応こちらの画面主にはその管理オペレーターさん側の画面のご説明は以上としまして、一旦こちらの共有を読みまして、こっちの PC の方からもう一つの PC の画面で、そのコメンテーターさんが見る画面のご説明をいたします。こちらの画面がですね、まず PC で、見た場合のですね、参加しているコメンテーターさんが見る画面になっております。で今、先ほど、今、副音声の方ですね。こちらが主音声の方ですね。でちょっと VFD が、一応大画面でですね、映像のプレビューを見ながら、ちょっと今音が鳴らないようにミュートとおっしゃってるんですけれども、主音声のチャンネルにいらっしゃる岩下さんとか千野さんとコミュニケーションを取りながら、実際に実況解説を行うことができます。ちなみに、受信機の方、あ、すみません、これまだ、すみません、出力を変えたままなので、ちょっと戻しますので、お願いします。今、すみません、この、オリパラ組織委員会入り口の、ライブ映像に戻しました。で、これが受信機で、受信している画面の、ウェブRという弊社の受信機のウェブ GUI なんですけれども、ここで一応8チャンネルのオーディオの状況もご覧いただけますので、今、1、2、主音声だけ音が入ってるんですけども、ちょっと今、オーディオミキサーの方で、チャンネル2の方にもちょっと音を入れました。今、入れましたが、チャンネル2の3、4ですね。3、4チャンネルの方にも、この音が入ってきております。ですね。実際には、グリッドでは8チャンネルの音声が伝送されております。で続きましてですね、スマホではどんな形になるかご覧いただきますので、ちょっと画面のシェアをして、カメラのカメラをご覧いただければと。ちょっとお待ちください。ですね、こちらがスマホの
スマホの画面になっておりまして、今副音声の方に入りました。で、山本さんが見えます。で、ちょっと今音が鳴らないのでミュート通してますが、実際には会話もできます。で、これクリックすればですね、そのライブの映像をですね、大画面で見ることもできますし、もしライブ、もうちょっと今ライブカメラの情報カメラなので音がないんですけれども、音声がある場合もちろん音声の調整をしてそのプレビューすることができます。で、まあ、通常はこのモードで、まあ、今2人しかいませんけれども、複数人部屋に入った状態でコミュニケーションしながら、こちらの、右上がトークバック機能です。今トークバック機能もオフにしますが、トークバックオンにすれば、本線には営業はないんですが、実際にですね、そのコミュニケーションだけはできるというモードになります。スマホの画面も小さい画面をなるべく活用してですね、かなり、リモートでも詳細な映像を確認しながらコメンタリーができるようになっております。続きまして、実際その、今こちらのですね、編集内にあるデモのグリッドのですね、受信機で受信してるんですけれども、こちらの画面を、現在よりうまく表示できるモニターがありまして、斜めに発射するんですけども、こちらのですね、モニターの方で、副音声、主音声、副音声の方に切り替えができますので、で、ちょっとですね、このスターコムの、先生のそろそろ皆さん、よろしければ、ちょっと、このライブ映像を見ながら、主音声の岩瀬さん、清野さんは、下のレーンの、右から左に走っていく車に関してちょっと実況いただければな。副音声の山本さんは上の、面ですね、左から右の車に関してちょっと話していただければと思います。で、こちらでちょっと音声を切り替えまして、どんな風に聞けるか、皆さんにご覧いただきます。そうしましたら、ちょっとスピーカーも入れまして、今ですね、今、メインの、私の音が待ちてます。ちょっとじゃあ、山本さんの方はいかがですか。今、山本さんの声ですね。前回こんな感じです。これ出てますね。はい、出てます。すみません、失礼しました。まあ、そうですね、すみません、ちょっとなかなかテレビ会議で難しいことやっておりまして、一応ですね、もしうまくいけばですね、ここで主音声、岩下さんと千野さんの声と山本さんの実況とうまく切り替えて、ここでお店勝手にできればと思ってたんですけど、一応昨日ちょっとじ準備したものがですね、ありますので、ちょっとそちらでご覧いただきますので、
今また画面をシェアいたしました。昨日同じようなことをですね、ちょっと、いきなりしまして、で、あらかじめ収録しておいたものをですね、うまくチャンネルを見て、切り替えながら再生できるようにしましたので、昨日ちょっと、全く人数が少なかったんですけれども、そのことを再生説明は、今困っていますね。受信も今困っていますね。今一回止めました。今主音声の方を聞いていただきましたが、一応そうですね。車の動きとコメンテーターの声とですね、そうですね、ちょっと私の声がスマホで 4G でやったせいがちょっと乱れて申し訳なかったんですけれども、回線しっかりしていればですね、音質もよく、ですね、動機も取れてたのがご覧いただけたんじゃないかと思いますけども、同じ部分で巻き戻しまして、山本さんの方もですね、同じ時間で上のレーンをやっていただいたので、そちらを再生します。今、車が2台入ってきました。3台目も入ってきました。4台目も入ってきまして、先頭の車両が今から2台目も入ってきました。ドロドロ入りまして、はい、どん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 左から右に流れていって、今画面から車が消えました。また黄色いトラック、まず白いトラックと走ってきて、ちょうど今黄色いトラックが画面から消えました。バスも画面から消えています。止めました。そうですね。一応、こういった形で、実際に映像と音声ですね、リモートのコメンタリーなんですけれども、同期した形で、自然な形でできているのを確認いただけたんじゃないかと思います。一応、デモとしては以上になりますので、ここからは、Q&A でですね、いただいたご質問等に、回答できればと思っております。挙手いただいて、話した形でも大丈夫ですし、Q&A のチャットに書いていただく形でも構いませんので、よろしければどうぞ。あ、挙手いただいている方もいらっしゃいますか。いらっしゃいます。吉田さんは大丈夫です。でしょうか。吉田さん、この挙手は大丈夫でしょうか。大丈夫ですね。すみません。じゃあ、Q&A の方ですね。入れていただいた、チャットで入れていただいたものがありますので、こちら、お書きいたします。画面シェアしますね。こちら、
あ、そっか、この画面は見れないですね。共有できないですね。皆さんも、Q&A のチャットで開いていただくと、その質問内容見れると思うんですが、余文平様からいただいた質問で、市場には他にリモートコメンテーターの製品がありますが、リモートコメンテーターが他の会社の製品よりも優れている点はどこにありますかという、質問いただいております。こちら、確かにそうですね。音声に関しまして、リモートで、多重して、リモートでのコメンタリーを行うようなシステム、もございますし、もしくはその、ズームのような、今回もウェブで使っているズームのようなものを使って、もちろんテレビ会議を行いながら、それをもう、放送ソースに使ってしまうということもよくされておりますが、TDU の一番の、強みとしては、TDU は、その放送用のですね、IP ベースの、映像伝送、放送品質の映像伝送技術を、いろんな商品ですでに採用いただいておりますので、まずそのベースとしてですね、インターネットベースで、またそのスマホ、PC のような端末からでも、うまく、スマホの場合は実は 4G と Wi-Fi をボンディングするような仕組みを使ったりしてまして、その、ボンディング技術ですとか、FEC の IMLTS の技術、または VVR でうまく映像を呼びなく送る技術等がありますので、今回、そういったものも音声にも活用しながら、またその組み合わせとして、その映像と音声の同期を取る部分ですね。こちらも、ちゃんと設計しておりますし、あとは、そうですね、他社さんの場合、結構いろんな組み合わせになるはずなんですね。その映像伝送をやってるベンダーさんいらっしゃいます。また、その音声の、リモートインカム、リモート音声通話みたいなシステムもあります。で、またはそのクラウドのスイッチングもあります。いろんな、個々の商品、世の中に競合さんいらっしゃるんですけれども、そうですね、TDU に関しましては、それらが全部、弊社の中で、製品化されておりますので、一応その、組み合わせという意味でも、互換性もちろん高いですし、組み合わせならではのいろいろな、柔軟性ですね。先ほど の, その動機の調整とかもおそらく個別のベンダーさんで、組み合わせではできないと思うんですけれども、その一社で全部短期で設計できるというところで、の強みも優れている点としてもあると思っております。他にも、もしご質問等ございましたら、デモでもう少しこのあたりご覧いただきたい、ご覧になりたいとかですね、そういうご要望でも構いませんので、いただければと思います。まだ少しちょっと時間があるので、少し、追加でご紹介したい機能といいますか、プロデューサーの機能なんですけれども、このあたりちょっと新しい機能もございますので、ちょっとこちらも今回2時までのセミナー、ウェビナーなんですけれども、少し時間がありますので、ちょっとそちらも、ちょっと余った時間で、やらさせていただきます。もともと、プロデューサーという商品がもともと個別でありまして、こちらがクラウドで映像スイッチングをしたり、音声のミックス、オーバーレイの設定ができるものなんですけれども、
まあ、そうですね。今回は、ソースとして使っているのは、このオリンピックの、映像一つと、あと IP の入力一つと、あとパーティーラインが何のか、並んでる形になっています。で、オーバーレイのコントロール。これは、サードパーティーのシンギュラーライブを使ってまして、こういった、今、ティッカーで入っているような、こちらですね。こちらも、まあ、実はアニメーションで構成されてまして、表示の頭とお尻はですね、ちゃんとアニメーションで動きがあるようなティッカーになっておりますが、そういうものも可能です。で、オーディオミキサーも、ですね、先ほどご覧いただきましたが、もともとビデオと同期する形のオーディオタイプもありますし、そのオーディオミキサー画面を使って個別にレベルを調節するモードもございます。インカムの機能ですね。これは、まあ、スマホの、ソースの方とかと簡単にコミュニケーションできる。まあ、このあたりは今回リモートコメンテーターでパーティーラインを使って使われてますので、こちらがある場合にはパーティーラインになります。あと、ここら辺から新機能になるんですが、スカティというですね、広告挿入のフラグの入力にも対応しておりまして、で、まあ、こちらを YouTube ですとか、もしくは、個別のストリーミング配信プラットフォームに、RTMP 等で転送する場合の話なんですけれども、そこでプラットフォーム側が、ターゲット広告、サーバーサイドアベンサーションに対応していればですね、こちらで、こちらのプロデューサー側で広告枠ですね、で広告の、まあ、単位が15秒とか30秒とかなので、そちらの倍数で、ここで、入れていただければですね、例えば120秒でスタートすると、そのフラグがストリーム上に、RTMP 上に、振られまして、で配信プラットフォーム側でその120秒に合わせた、ターゲット広告ですね、その視聴者ごとのブラウザーのデータに合わせた、ターゲット広告を打つような仕組みにも使います。であと、次のこのモニターというものなんですけれども、もともとクラウドでしたので、この各ソースのですね、受信状況とかが、なかなかそのクラウドでうまく見れなかったんですけれども、今、このモニターという機能がつきまして、ちょっと今、うまく表示できませんか。ここの今、グリッドのソースとかがありますけれども、もしくは NVIDIA のソースとかですね。そういうものの、その受信状況、その回線の状況が、回線が何本あって、それぞれでビットレートどのくらい出てるかとかですね。そういった、伝送のですね、ステータス表示もできるようになっております。ちょっとすいません。こちら、ちょっと今日うまく表示ができないんですけども、そっち機能が追加されております。あとは、この真ん中の GUI も結構改善されておりまして、もともとは、単純なビデオのスイッチだけだったんですけれども、こういったリゾルブの、ふんわりとですね、ビデオをフェードインフェードアウトしていくような機能ですとか、その丸の形で、フェードアウトする形ですね。そういうものもですね、きれいに処理できるようになっております。ちょっとこのプレビュー上はなかなか難しいので、もしよろしければ、私のこのカメラでですね、また、こちらで、今、私が裏で、プロデューサーの操作をやっているんですが、今、リゾルブで、ね、その、ボックスバニーから、最初の、プロデュース、プロデューサーの、その、そういったリゾルブの、トランジションをしておりますが、かなり、スムーズに、
態が、どっかに全体に高いのか。ちょっと脱線しましたが、ちょっとプロデューサーの新規の含めて、全部追加させていただきました。そう、予定していたものは、プラスアルファの部分含めて、全部終わりましたので、もしご質問ないようでしたら、以上とさせていただきます。そうですね。こちらのプロデューサーに関しては、弊社のホームページからですね、サインアップしていただければ、もう20時間すぐに無料でお使いいただけるような形になっています。で、コメンテーターは、ちょっとまだ、できたばかりの商品でして、お問い合わせいただいて、ちょっとセットアップする形になりますが、一応その、お試しいただきたいというお客様には、すぐ準備ができますので、トライアルでも構いませんので、もしご興味ございましたら、ご応募いただければと思います。弊社代理店スターコム様、経由でも結構ですし、まあ、その TBU のホームページ上でも、問い合わせいただくこと可能ですので、そういったご応募ありましたら、ぜひトライアルのセットアップさせていただきますので、ご検討いただければと思います。そうしましたら、以上で、ウェビナーを終了させていただきます。貴重なお時間いただきまして、ありがとうございました。また、次の機会がありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました。